八番さんから転校お願いします。転校の最中に魅力の確認をお願いします。それから平べったいハンバーグかあの丸っこいハンバーグどっちが好きか八番さんからどうぞ。あはい八番の夢成です。よろしくお願いします。好きなハンバーグはえー、そうですね、えー、肉100%のハンバーグ。特にあの静岡の爽やかなハンバーグが好きです。九番さんどうぞ。 はい、お願いします。九番です。僕はあのセブンイレブンにあるなんかパックのハンバーグが好きです。お願いします。ああ、なるほど。お湯でやるやつ。はい、えー、一番です。いいですね、九番さん。そうですねもういやの。よく食べれるハンバーグが一番いいですよね。高くなくて。もう私も同意します。1番さんどうぞ。はい、えー、と皆さん、なんかハンバーグの多分僕のプロフィール上のやつが絡んでくれてありがとうございます。僕は本当に先ほどインターネットが素朴なハンバーグが大好きです。はさんどうぞ はい、3番です。8番さんが静岡県民なの,のは分かりました。あれでも美味しいですよね。3時間並ぶ価値はないと思ってますけどね。4番さんどうぞ。いや、僕は静岡県民で、あれて3番のところに食べがあるので、結構行きますよ。5番さんどうぞ。5番です。玉ねぎいっぱい入ってるのが、のが丸っこいでいいす。はい、6番です。僕はハンバーグ師匠が個人的にタイプです。 七番さんどうぞ。ハンバーグ。はいランダムしらの人気曲です。お間違いないようにお願いします。初日、はいえー、ロケット CEO とかは禁止です。はい。 えっと、初日は、えー、占い師、霊能者の人は必ず口頭でお願いします。一周目、二周目かかわらず、必ず口頭でお願いします。初日、チャットを使っていいのは、カリードの、え、じゃあ、カリード CEO のみかとします。チャット CEO していいのは、カリード CEO のみとします。雑談考察のチャットは禁止です。荒らしメタ行為があった場合は、その時点の配信処理とします。これ、メタになっちゃうかもしれませんが、みたいな前置きも禁止です。メタがわからない人は、私のプロフィールを確認してください。 通信エラーや、あるいは、重大な把握漏れを、えー、しているときなどは、えっ、ー、と、まあ、補助的に、えー、チャットを使うことはありとします。例えば、えー、3番さんが4番さんに白ですよ、みたいな感じで教えてあげるのは、あ,のありとします。何か質問ありますか なければ始めます。えっと、運転中の方いらっしゃいませんか大丈夫ですかね運転中は危ないのでやめてください。なければ10秒後に始めます。

さんこんこにちは。今日もね頑張っていきましょうね言うてますけど頑張っていきましょう言ってますけどもで待って待って頑張っていきましょうってまだ言ってないよねなのに頑張っていきましょう言うてますけどってどういうこと頑張っていきましょうって言って頑張っていきましょう言ってますけどもっていうのやったらわかるけど頑張っていきましょう言うてますけどもって頑張って 頑張っていきましょうって言ってないのに言うのおかしいよね朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした4番のプレイヤーは発言してください,ださいはい占いシーンをランダムで占われて占われて話します、ね はい、えー、そうですね。なん出たら巨人、うん、シンコロに行った方がいいのかなうーん、どうだろうどうせしても構えてでしょどうせんときして来ないのかな構るのか分かんないけど。うん。どですかねそうなの、2世で出たらうん。クロスルーにしたいかなうん。って感じ。あと、橋はやめてね。あと、狩りでで来てほしいかな、まあ、盤面固まったらいいんだけど、一瞬目から。うん。 ああ<ー>。いいまでで、こなくていい方。まあいいや、あや。五番。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。霊能でした。よろしくお願いします。嘘つ。そうですね。4番さんが7番さんに白。で、8番さんが狩人。把握しました。お子卒業マジですか。<で>マジです。4番さんの印象ですか。なんか最初神々だったんで。 あんまり印象良くないですね7番さんに白っていうのもなんか若干遅れてたしうーんあんまりな感じですねなんとこ柱発言に関しては同意ですけど進行論何とも言えませんねで22番目になること多いと思うんですがああ君打ってもらうだけの要素をねできるぐらいグレコ骨ス頑張りたいなと思ってます ってくれしか言えないねんだよな。柱やめましょうね。はい、以上。6番。のプレイヤーは,はーい。はい、えー。おはようございます。4番坂が大事で7白5番坂、0度で8番さんかな。8番さんが仮に。うーん、なんかすごいね。<laughs> 4番お金っぽいし、<laughs> 俺は何をしゃべってた方がいいか。で、そう。俺はね、 4番さんが印象悪いとは別に思わなかったかな。確かに噛んでたけど。うん、もう別に噛んだぐらいではいい。まあどっちとも言えないかなって感じかな。で、そう、柱発電ね、俺は別にやってもいいと思うけどね。俺は柱発電嫌いではない。うん、だって、大体オオカミがやることはないって踏んでるからね。 だったらそいつ村人じゃねえって思うからいいんじゃねえと思うね7番のプレイヤーは発言してくださいはい例の者です例の者ですごまさんに関しては4番さんの占い師に対して印象が悪いと言っていることから 4番さんがオオカミだった場合、えっ、ー、と、まあ、釣り押すというか、あの、ヘイトを買う行為であるので、5番さんオオカミもあるのかなとも思ってますが、まだ分かりませんが、まあ、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、配役的に、レギュレーション的には、5番さんの答えは強じで見てます。また改めて2種目言います。4番さんに関しては、まあ、たどたどしい感じはあったけど、そこまでって感じですね。まあ、そういう占い師もいるのでって感じ。 で、6番さんに関しては、えっ、ー、と、4番さんの印象は別に悪くない。柱発言やってもいい。まあ、柱発言やってもいいっていうのは、あの、柱発言はね、あの、ま、全くムラにないんでやめてほしいですね。ぐらいかな。そなとこですね。以上。8番のプレイヤーは、発言してください。さいはい、おはようございます。8番の弓りです。よろしくお願いします。 狩猟、えっと、ドだったんで、狩、あ、猟、のー、ド CEO の占い師の人から言われたらいつでもできるように、だいたいどうせ言われるだろうなと思って準備してたんですけれども、4番さんが早速狩猟度で行ってくださいって言うから、狩猟ドで出たら、なんか統治法、統治法で、なんか。 うん、盤面固まったらってあとはと言われていやそんなん言ってやあんたと呼びかけに応じてワイは出たんやでと思いながらワイ <laughs> は今ちょっと悲劇のにいまなんでい出たんやでちょっと4番さんのことあんまり心くは見ておりません、えー、で7番さんが人狼だったらどぜ白打たれて出てくることはないと思うので7番さんあってもマックス強人だと思ってますマックスが柱のことを先生をしてたより私は聞こえませんでした別に柱のことを柱はやめてっていう風に言ってたんじゃないかななんて思ってはいます ところレーバからいけゃいいんじゃないかなと思っています。ロラロラ以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、9番でした。占い師でした。ランダムで3番さんが白だったそうです。えー、っと、うんそうだな。カリドから触れていきたいと思ってます。まず8番さん。8番さんはなんかすごく新っぽかったので、えー、っと8番さんの太鼓が出てきても。 うん、八番さんは、うんと、まあのかなっていう感じでした。で、えっ、ー、と、黒いところか、ちょっとまだ分かんないな。まあ、五番さんの柱、ダメ、絶対はもう、めっちゃ同意で、柱発言とアーマーとムラスラやめてほしいです。アーマーはまだ分かるんですけど、ムラスラと柱発言やめてほしいっていう感じです。うん、釣り位置はちょっと2周目います。すみません。まあ、でも例能かなって思ってます。どっちかいきます。一番。 のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いいたします。えー、c 用ございます、えー。カリウドです。えー、これでね、八番さんね、私はもう狂人だと思います。カ、う、リ、ん、ってね、えー、基本ね、最初に釣られる役です。はい、ですから、あ私ね、ね潜伏して八、ねえー、番さん出てきてね、これでもね、八番さんはね、絶対に狂、えー、人、うん。これでね。えー、まあ アーマーでしたかあそれならまあまあそんでいいですけど、まあね、私自身のカーリーはね、アーマーでこんな、ね、最速出る。どうなんだろうね。あ、うんたら私がね、えー、最初に釣られると、こういうような形になると思います。でね、えーまあ、4番さんのね、うん、私も印象悪いですよ。うん、7番さんにどうしろ、それまでのね、うん、もう入り方がね、めちゃくちゃ悪い。なんか、うん、ですからね、5番さんの指摘は僕すごくよ,よ,よいと思ってます、はい。で、7番さんが、例のでしょう。うん、私はね、もうまあ8番さん、今のアーマーってう。 なっちゃいましたけどね。あまあとは呼ばないや。二番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、おはようございます。えーと、まず、えー 4番さんと9番さんの占いの審議はまあ明日でいいかなと思ってます。えー、どちらもなんか、えー、今のところ、新要素はあまりないかなと思ってます。なので、今日はレイロラで、レイロラ完遂の方向で僕はいいと思います。これ、オカミは2番。で、えー、とまあ8番さんの、えー、アーマーというのはちょっとよくわからないんですが、うん、どうなんだろうかなって思ってしまったかな。あと、6番さんは、えー、オカミやこちら発言の推奨は多分、推奨って8番さんは言ったのかな。 推奨はしてないんじゃないかな多分推奨というほどではなかったと思います。6番さんに関しては。6番さんは別に柱でもいいんじゃないかっていう発言だったので、それは推奨と捉えることは僕はできなかったかなというふうな違和感を感じました。うん。かな ?8 番さんに関しては。うん。そのぐらいですかね。今のところ、レイロラ、レロラでどちらかに入れたいかなと思ってます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。番。 うーんそうですねまあ9番さんは多分4番の発言を聞いた後には絶対囲わないんだろうなって思ったから囲わなかったんだなって感じですね、まあ、4番さんがなぜ9番ーーさん囲わなかったのかなって思った理由は4番さんがクロス占いをするって言い切ったからですね言い切ったから多分しないんだろうなって思いましたもんねだから現状4級はフラットで見てますねうんまあ若干 村要素であるかなってところが8番ですね。8番に関して言うならば、えっと、1番さんが出てきている。うん。てか、1番さんが出てくる前に仮度使用していて、で、多分1番さんが出てきても、ワンチャン8、1の精査したときに、勝ち、勝てるんじゃないかなって僕だったら思うので、残ってもいいかなって思うんですよね。僕が狂人狼だった場合ね。ってところから、残らなくてあーまですって、そこで火のところが、まあ、若干村っぽいのかなって思いましたね。若干ですね。 ただ、この全人外露出盤面っていうのは、ほぼほぼ人外目線が勝ったことがないので、人外がね。っていうところを考えたときに、8番はそれで引いたってことも普通にあるなって、後々思いましたけどね。ただ、僕は現状、そこまで考えてないと思っているので、8番さんは多分俺は白なんではないかと考えてますけどね。そうすると2、6にいるのかなって感じはしますが、あのね、例の女神がいなかった場合、新郎、新郎でなかった場合ですよ。 2、6に関してはそんなに精査がついてません。このな、うーん、このな精査聞きますが、まあ、4番さんがどう、どこ行きたいのか、9番さんがどこ行きたいのかっていうのをちゃんと聞いた上で、まあ、2種目あるんでね、僕は。っていうところって考えようかなって思いますね。まあ、現状、グレーで一番ちょ考察、ちゃんと聞いてみたいなと思ってるのは6と2ですかね。はい。まあ、クロス内、さっき言ったら、してください。以上です4番のプレイヤーは 発言してください。さいいや俺九八ローローだと思う。なんで九番さんはさ八番えカリで出てきたじゃん。八番カりで出てきたじゃん。ねなんで八番が余ってわかったの？なんで八番の対抗が出てくる前提で話したの？九番は俺九八ローローで九番は色見えてんじゃない？うん、うん。色見えてるっていうか。うん。わかるかな俺にっていうこと。なんで対抗出る前提で話したの？うん。だから普通に九八ローロー。うん。いいっすね。何だと思う。 57に関しては心境で持ってる、うん、だから俺普通に9か8どっちかに入れたいうんえさんまさんさんその位って,てさいやクロスレーに提案することが臭いからなまあ村,村目線情報を落とすために俺は白アップするためにクロスレーにするうん62に関しては西向きたいかも 5番のプレイヤーは発言してくださいそうですねまず、占いに関しては、今の,発言の4番さんの方が新聞にちょっと見えてますね。4万さんが3番さんにしろ打ったことで、白ッね、プレイヤーの幅を広めたんで、9番さん新名がかなと思ったんですけど、今の4番さんの発言には結構納得ですね。なので、まあ、9番さんの意見を聞いてみないと分かりませんが、4番さんの方が若干新名かな。 7番さんの狂人で追ってます、対抗。なんで白手出ること分かってんだった話なんで。グレーに関しては、まあシンプルに6、8ですね。2番さんではないかな。8番さんのアーマー。うん、ラリがあるように見えて、色見えなくなってますよね。ましてや、その9番さんの、今の4番さんの指摘。6番さんに関してはシンプルに柱肯定するっていうのは、それだけムラリがないと思いますね。たまに狼紛れ込んでますからね。 以上です。ら番さんに全然聞いてなかった4む新名あるしか言わなかった6番 えー5番とはあんまり意見が合いそうにないなと思いますね。俺は4番さんちょっと臭く見えた。臭く見えたうん。なんかね4番さん目線89がオオカミあるって思ってるんだったら57でどっちか人回出てるんだから3番さんが臭いっていう発言が微妙だなって思ったから。俺はちょっと そこは微妙かなと思った、うんそうだね8番さんがねあんまあ、俺普通に最初からあんま疑ってかかってたけどねなんとなくね8番さんはうあんな早く出ないでしょ普通にシンカリだとしてもオオカミだとしてもねっていう意見です以上7番のプレイヤーは 発言してくださいまず8番さんが出たことはアーマーとは言わないこれ覚えておいてほしい,い,いアーマーではないそれは1番さんから説明してください。でえー、っとそうね4番さんに関しては途中まで良かったと思う8九のローローを何でかっていうと、えー、9番さんは8番さんのことを「新っぽい」って言って太鼓が出る前提の話をしていたから、えー、9八ローローあると思うすごいいい視点だと思ったが最後ね白圧迫って話したんだよね。 白圧迫したいから黒スのやつしたいいかからスこれはおかしくないなんで対抗の白で絶対白が出ること分かってるんだろう、うん、自分がオオカミで3番さんが白ってこと分かってるから白圧迫って言葉が出たんじゃないかなって思いました。ということで、えー、っとこの状況では4番さんのことを「新め」っておくのもおかしいしあるいは2戦めっておくのもまあ割と不自然5番さんはそこでなんで新っぽいと思えたのかよく分からないですね。 で、5番さんは2にも6にもヘイト向けた感じかな。6は無らにない、うんね。まあ、狂人かな。ヘイトのばらまき方からして。と思いますね。グレーから行きたい。グレーから行くんであれば2番さんかな。2番さんは、えっと、18が狩りで出た後の発言で、なんかすごい声震えてたと思うんだよね。ですごく、 自分、後々きつくなるんじゃないか。8番さんの存在ってきつくなるんじゃないかな。みたいな感じにき、の、なんか、声の触れ方に感じたんだよね。どっちがどっちかまだわかんないですね。4、8、4、じゃ4、9に関してはね。ところか、グレーから行くなら2番さんレイ能から行くなら5番さんからお願いします。ってところかな。6番さんはちょっとまだよくわかんないかな。じゃ、でいいっす。 8番回線悪いなんかね。赤色になってるんですよ、ね。発言してくださいあ。よろしくお願いします。う,うまくいかなかったですね。千葉さんなんで出ちゃったの？一応ね。パレードのストーリーをちゃんと作ってて、しかもパレード釣らないように冷媒しかできましょう。っていう風に言ったんだけど、そこ拾って欲しかったな。<laughs> えっと発言でじまげられたのは2番さん、私6番さんのことは別にそれ、柱を推奨したって言ったら7番さんの発言であって、俺はそれを否定しました。最初に言うことじゃないんだなりうん。で、7番さんがよく発言拾ってたなと思っていて、そうなんですよね。4番さん、3番さんの白が見えているような発言あったんですよね。全て,て見えなくないですよで,、うん、で、しかも私のことを。 一応村寄りって見てる3番さんの意見って4番さんの視点とは合わなくないですかなんでそれが白で見えてるんでしょうか、えー、?4 番さんかなり偽目だと思っています。一応レーロラから行きます。5番さん行きますうん。7番さん残してもいいくらいじゃないかなってぐらいですし。 9番のプレイヤーは発言してください。はい、9番です。えー、っと、そうですね。まず8番さんにちょっと触れたいと思います。ちょっと8番さんが何やってるのかちょっと僕は分かんないんですけど、僕、1周目からこういうのさ食べるのあんまり好きじゃないんで、えー、できればちょっと釣,ったらいい釣りたいんですけど、まあ、8番さんは割と白いんですよね。ちょっと矛盾したように来るかもしれませんけど、 やってる行動よくわかんないんですけど、八番さんって僕結構、シーに見てたんですよ。なんで、このまま行ってもよかったと思うんですそこで、速攻で、あのアーマーなんでって言ったから、僕は八番さんを、まあ一応あの、村置きはしてるんですけど、何やってんのって感じです。あれ、八番、レー,じゃ、ね、えーと例の。レーの車行くなら五番さんですね。なんか、四番さんをシーメンー、まあ、に見るからみたいな感じで、ちょっと早くないって僕思ったんですよ。 色つけれるのかなっていうところでちょっとうんー、四ッ六入ってるのかなチコロック入ってるっていうのはちょっとごめんなさい、違いますけど、五番さんにまず投票したいと思います。一番のプレイヤーは,は発言してください,い、うん。そうですね、結構難しいですね。なんかね、四番と五番はなんか別陣営な感じしますけどね。五、うん、番さん、四番さん結構スタートがたたいてたしね。うん だからまあいきなりライン切りってもあるんでしょうけど、なんかいろんなとこ別人へな気はしてます。でね、9番さん結構ぶれてますよね。8番さん、あの状態で狩トを信じるって言ってから。うん、で、自分で,でもう矛盾してると思うけどって言ってましたけどね。うん、やっぱりね、そういった発言聞くとね、9番さんの新芽落ちますよね、うん。非常に残念ですね。まあね、ただね、8番さん、多分スムラなんでしょうん。そのスムラでのね、ああまあ、あの状態、この位置で、 アー,マーなんか必要でしょうか、うん、カリドなんてね、釣れるとこの位置でしょう。うん、うん、霊能家占い師の生産になってくる中でね、わざわざそこでアーマーっていう意味が全くわからないんですよね。うんうん、だからやっぱり、いまだにやっぱ8番さん、うん、黒コ持ってるね。だから9番、8番、やっぱ黒く。うん、パパなの,のかな <laughs> 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。えとまあ57、えー、からどちらかといえば、えー、基本俺は分かりませんどちらか、えー、進化っていうのは。うん、でまあ5番さんが4番さんを白置きしたっていうのは僕ちょっとよく分からなくて4番さんっていうのは89黒黒で折ってて、えー、と3番さんを占いたいって言ったんですよね。3番さん白,くな白かも確定しないですか 8、9、黒、黒で追ってたらって、その視点で4番さんの占い先が3番さんで合ってるのかなっていうのが疑問に思いました。で、9番さんに関して、9番さんに関しては、8番さん、8番さんは4番さん行きたいんですよね。9番さんも4番さんに行きたいって言ってるんですよね。で、俺、8番さんのやってる行動って、えっと、まあ、白くは思い、白いとは思いますが、これを逆手に取るとも、8番さんって釣り縄届かないんですね。うん。だから、グレーだったら、俺は8番さんを釣りたいかなと思ってますかね。その、追加しますね。 あの釣り縄が届かないという意味もありますし、八番さんのやってる行動でで理解があまり僕はムラリがないです。そうだよね。の行動ド、無駄りがないだけでオオカミがこんなことするかって思うから余計濁るんで。こ、うん、のぐらいですか、ね、いらないんだよな。うん。に黒いね。六番さんは分からないかな。うのねうん、今のところ無、全く分からないですよ、六番さんに関しては。七、うんまあ、5だったら、七番さんと僕の声が震えていると、あの寒いの で申し訳ないそれは震えていたら申し訳ないって言ったところかな。あ、んで8番さんがなんか俺がなんか熱造したって言ってたんですけど、8番さんは確かに多分最初は言っていたと思うんですが、えっと、それが僕の記憶間違いだったら申し訳ないって言ったところかな。うん。そのくらいですかね。うん。え、例のは僕は釣り切りでいいと思ってます。7番さんも5番さんも、えー、両方釣り切ればいいと僕は思ってます。ぐらいかな。はい、そのぐらいです。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。 まあ、発言をよく聞いてるなと思うのは、番さんですかね。なぜかって言ったら、も4%折、ね、っても8もね正直納得しましたよ。なんで9%、8%番さん戦ってんだろうなって速攻で思いましたし。うんそこは確かに僕は言,言われてみてば。四だと思うけどな。なかね、だからそこであ、まあまあ、確かに今年締めあるなって思ったら。高校卒業めでとうありがとうございます。 そうか、7番の話を聞いたときに3で確定ろが出るっていうのが、か来年からラストゃってておお、と思っているので、ね、まあ正直、例ので行くんだったら5に行きたいが、結構みんな8疑ってませんこれ8残されたら大変じゃないですか。8黒出すって多分2番3するんじゃないかなって感じがするし、 8黒結構みんな信じちゃってきてるなだったら、8番釣って、もう明日例の占い結果勝負させた方が早いんじゃないかな。例の占い決め打ちさせた方がいいのかなって感じもするし、また例のでどっちか決め打ってもいいんじゃないかな。7番のシーンが圧倒的に高い状況なんでしょ、この状況。ええで、それって考えると、初釣りがいいんじゃないかなって思うんだよね、8釣って。 えっと、9と4が俺でもまあ9は通ってもいいけど、4が俺裏になってた3確定書出てきたときで,で、えー、8が白だった場合、2、6、どちらが必ずほぼほぼ人がいいっていう考察になるよね。まあ、ただね、まこのままこのルールで、このこの進行でやって勝った記憶があんまりないんだよね。でも、これ、このままだと8残したら8ずられちゃいそうなんだよね。無駄だったら。 うーん迷ってますね。高カハチで迷ってます。投票を始めてくださいあ。ありえん。オラじゃないべ。まあハ狼ないやろ。さすがに黒塗りするなら三も。でもまあ六も黒塗りできそうだけどな。八番のプレイーおお。いいぞ。一票も入ってないぞ。 8番のプレイヤーは発言してください,ださい,いマジでえっとさ、じゃあ言うんだけれども、俺がオオカミだったら何であんな早いタイミングで借りし呼んだでーいるのかって。で、ブラリがないと言からか理論で発言をするけど、俺が彼ると使用していた場合、 えと例えばじゃあ9番ーーさんの目線に立っても9番ーーさん俺がシーンかもっていう話をしてるかだったんだな、釣自分本位発言。イ発言したら髪抜いてくんじゃん。で、そこをさ、彼リが守ってくれたら儀式を作れるわけじゃん。狼がちがみこのレゲでするわけないでしょう。だからめちゃくちゃ村ラリあることやってるのにそこで通用されるのいな,んやな、うん、初期 <laughs> えっと。 村釣ってますなんでえー、とどっか決め打ち進行してください。今村目線で立った時に5番さんを釣って7番さを活かすはできると思う。俺7番さんは霊媒進んだと思ってる。3番さん1周目と2周目で意見変わったけど俺も同じ提案をしてるよ5番さん釣ればいいんじゃないって提案をした。うん。3番さんがちょっと黒くなったな。以上最近先端教さん動画見始めたんですが先端だって高校生だったんですね。おすすめおめでとうございます。落ち着いた感じが動画から伝わってくる年年りだと思ったがびっくりした。ありがとうございます。 こう見えて高校生なんですよ。そうなんですよね <laughs>。ありがとうございます。無事卒業できました。よかったです。この後。明日。カレピッピとディズニー、制服ディズニー。明日カレーピッピと。 進路は、まあ、ちょっと地元の高校に進学しようと思ってて彼、はい、から高校ですね朝が来ました。 <laughs> 毎年高校を卒業してんのに毎年3割ぐらいの人が信じてんだよな。一番2番のプレイヤーは発言し,発言してくださいえっ、えー、と7番さんは、えー、もう忘れてた。8白 ええー、ってことは、えっ、ー、と、9番さんは俺に黒ですよね。あ、じゃ九9番さん偽です、ね。絶対に黒だも、えー、んってこと、ね。あ <laughs> ってたじゃん。番さん。ううんと、そうだな。違う。えうんいや、あって,んってん9番さんは <laughs>、俺目線も偽が確定したので、えっ、ー、と、今日9番さんって俺は釣ってほしいんですが、どうなんだろう。村目線は、えー、と2と3のランになるのかな。2と3のランになるんだったら、えっ、ー、と3、3番さん、三番さんはえっと、昨日8番さん。 を釣り押したというところで8が白を出て,ているっていうことで、3番さんの村かは分かんないけど、村を釣ったっていうような認識で3番さんが黒要素として捉えてほしいかなっていうところしか今のところないかな。うん。うん。で、例のが白結果でしょ。うん。っていうことは、初日囲いっていうことになるのかな、93黒黒。うん。 で、75で強靭かなって今んとこ思ってますかね。うん。えー、9番さんは、えー、と5に入れてるんだよね。う,ん、うん。そうだな。黒要素って言ったらもうそのぐらいしかないかな,いーなーうん。4番さんが真、えー、9番さんが白出してもピ<偽> p されるだけだからな、うん。っていうことぐらいしか言えないかな。うかな。うん。3番さんはえっ、ー、と、昨日8番さん,んの、うんの まあでも、8番さん、3番さん言ってたか。えー、8番さん、村としても置いていけないって。言ってたけど、えっ、ー、と、昨日は僕は例のに投票した方が僕はいいかなとは思ってましたかね。うん。で、まあ、2戦目だと思う。つつてたえっと、あなたんさんに投票しました。<laughs> といったことぐらいかな。いやー、用語できねえ、うん、どうしよう。らんだったら今日三3番さんに投票してください。<laughs> 用語できねーいします。以上です。今日二2戦んですね。で、じゃあ4番さんに言うが。 四番さんはクロスエラーようにしたいという発言をした後に九番さんがわざわざ三シル出して三の三クを出させようと思いますかね？正論。胸目線って考えた時にもおかしくありません。でさらに言うなら僕が狼だったらパラメーターの確率で八シロしますね。だってそれが一番楽だもん。で五ナッツり切ってえっ、ー、と二か六にどちら黒出して二と六で勝負しますね。そっちの方が強いもん。 あそこで8つるかどうかは村目線に立った時にものすごく迷うところで現に2と,す2と6は迷って,な迷ってたでしょまあ6は迷ってたと思いますけどねうんだから全く俺は悪いと思ってないし黒いとも思ってないですけどね2の黒要素っていうのはあんまり挙げられないがそこじゃないような黒要素というしてなら四番 のプレイヤーは発言まず俺は白アップグっていう意味が <laughs> わからなくて使ってた。まあそれは終わり。あとでグーるうん。三、うん、番はだから俺がクロスで提案したよ提案した初週に。うん、だけどクロス裏で提案したから9番は三、えー、番は関わらないんじゃないって自分で言ってたから三、ね、番は。うは、ん。だから臭いんじゃないって言ったの俺は。無理があるな。2>, 2週目三番臭いんじゃないって。 で、俺、クロスラインでしたらンマが黒だった。サンマのクロスといえば、それしかないんだけどな、ね。いや、うん、無理だな。ぐらいかな。うん、93ローローだったら、うーん。俺、98ローローだと思ってたんだけど、うん。93ローローだったっていうことで。うん。もう、それしか言えないかな。うん、今。 全力で3つですか。はい。みんなから偽って思われてる霊能です。7番さん、張り付けの遅かったでしょ。それはみんな見といてね。だいぶ遅かったからね。それぐらいしか偽めあげらんねえけど。ぶっちゃけ分かりませんね。2番さんは捏造してた。<お>俺の発言ね。いい俺は別に村置きなんだよね。城置きなんか言ってないからね。あの時点で新目って言っただけ。 3番さんは自分の意見で8番さんに行こうと。だから3、9、2、4ってことだよね。9番さんはみんなも俺が偽って言ってるのに、俺に意だったらやばいけどな。こ逆に言うと、信念になっちゃうんだよね。うん、うん、分からん。考えて決めます。9番の意見も聞いて。六番。 のプレイヤーは発言してください、さいはいえー、そうですね。難しい。うん、難しいよ。沼ったらごめんね。あで、どうなんだろうね。この状況で25番も考えづらいか、うん。だから4番の考察が間違ってるわけではないのか。 ああ、嫌いだよ、俺はこういうの。うん。まあ、勘で入れる。勘で。んで。噛んで皆さん、ミスったらごめんよ。6に黒塗りした方がいいよ。よくなかった。正直、でもね、むちゃくちゃ迷ったよ。5いくか、8いくか。提案面白かったからね。うん。正直、俺は8白く見てたけどね。うん。三番さんの意見聞いて気が変わっちゃったよね。ああ、素直に5入れといたら良かったのかもしれない。 7番のプレイヤーは発言してくださいまず5番さんにはもう触れないもう釣らないからね今日は2か3でもう決まりだからね5番さんに関してはもう触れないで昨日8番さんを釣る釣って一番得してる人って誰だろうって考えた時に3番さんなんななだよねんでかっていうと昨日4番さんからその「汁圧迫」っていう言葉が出て。 で、それで、あの、クロス占いされた後に破綻するっていうのが分かってるから、3番さんが一番得するんだよね。で、2番さん、3番さんっていう風に、まあ、8番さんの話が始まったと思うんだけど、蜂釣りの話がね。た2番さんに関しては例の完成したいって話だったよね。だから、3番さんが一番得するんだよね、8番さんってって。ところから、まあ、 逆理論にはなっちゃうけど、4番さんがクロス占いするっていう発言を聞いて、9番さんが3番さん白を出した。あるいは、もう、えっと、夜の間に、えっと、白を出すことを決めてて、白を出したのかなっていう風にも感じたかな。うん。8番さんのことをね、黒く感じてて、8番さんに入れるなはわかるんだよ。4番さんの言う通りね、8、九で二オカミだと思ってたっていうんだったらわかるんだけど、考察が濁ゴールから、つっとこうっていうのはね、 8番さんそんな黒くもなかったし黒いと思って投票するんだったらわかるけどで投票のところからって感じだよねで2番さんは5番さん入れてるわけでしょってところから3級なのかなーうーんまあ事前に決めてったって感じが一番しっくりくるかなと思うけどね4番さんが狼で8番さんの黒塗りしてもまあ例の結果白出るの分かってるだろうしあんまり あんまり理がないかなと思うから、一番得するのは三番さんかなっていうところだね。かなぁ、9の発言あんまり広げてないんだよなぁ。いや三っぽいけどなぁ。9番。<laughs> スーパー強靭アピール。はい、え九、ー、番です。二番サムラなって黒でした。うん二番サムラなった理由は、なんか、八割は必要ありそうって言ってたんですよね。 だけど5に入れてたんですよね。いや、人狼あるなら絶対に8番さん入れた方がいいのにと思って。なんでそこを5番さんに入れたんだろうって思って、なんか2番さんちょっと言,言ってることおかしいなと思って言われなったら苦労でした。で、えっと、僕が二番さんに。体見ても普通にい映画の審議ですけど、初週から7番さん結構真なのかなと思ってたんですけど、今日になってちょっと7番さんに迫るのかなと思ってます。あの、筋は通ってる理論なんですけど、ちょっとミスリードですね、それは。 うん、3番さんは C なんですよね。無無無理無理理だから、うんまあうん、間違ってる村って可能性もあるんですけど、今のところなんかこう、3って迷ってる感あるけど、<laughs> あ3、2世で迷ってる感あるけど、結局ずっと3、3、3、3, 3言ってるから、もう3、2世で決めてる感じあったんで、うん、7番3にしてもあるかなと思ってます。とりあえず2番3に投票したいと思います。僕は例の信教だと思ってるので、えー、もう一人道、まあ、4番3になるのかもしれませんけど、 ちょっと分かんないですけど探していきたいと思います。あんちゃん6、3人入れてるんじゃないかな。5は2人入れそうだけどな。僕の逆のことやりそうなから6番したいだな。<番>いやははーいました !5 番も入れてるし。<laughs> 3番のプレイヤーは発言してくださいあのー、どっちが真か知らないが <laughs> 真のことをう、ね、例えば7番が3いくと言ったら強人であれば強人は絶対に2に行くべきだしうん6に投票を任せるべきなんだよね王開目線だとしたってねどっちにしたって57に関して言うならねだから57信教だとした場合はかなりのおバカちゃんだなって って正直思っている。まあ七番は三に行くっていう発言から五番ちゃんが強人だとしたら、普通に兄さんどちらかに行くべきだと思う。そもそもね。うん。んっていうのとまあまず村の話をするが、俺が村だからこそ八番を釣るかどうか真剣に迷ったんですよ、ね。正直言うとも八番のせいでこれララ負けてるけどな、ね。俺に関しては九八ローローもあるから八を釣ろうって思ってる。金は何月十一日の 12時から13時までアップデートを実施いたしますバック守護地など新しい内容を導入しますご了承くださいサンクロないでしょまあ後出しいいやん <laughs> スーザンが喋ってるみたいなす <laughs> スーザンの口から出てるな何「守護つ」って守護つ <laughs> 新しいバグ追加 <laughs> バグってバグ,バグのことなの サクヤシンダノワイエーイ最速で2番のプレイヤーは発言してくださいはいえっ、ー、とまあやっぱり7番さん強人でしたよねあと俺も7番さん強人だと思ってて助けてくれたんだなと僕は思ってます <laughs> えと24狼オカミです、えー、と6番さんに今日投票お願いします えーとやっぱ、七番さん、強人でしたよね。俺も強人かなって、えー、っと、思ってました。真だったら、と、あれなんですが、七番さん、俺は強人だと思ってます。まあ、しろすけ五番さんが強人だとしても、ね、今日は六番さんに、えー、投票してください。うん、えっと、まあ、俺は多分七番さんだと思うんだけど、違ってたら、ちょっとびっくりしますが。えー、っと、あとはもう、あと皆さんに、あとハンバーグの話をしてくれて、ありがとうというハンバーグ。と思ます。 ありがとうございました。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、6番さんに投票お願いします。えー、二4、人狼です。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、俺ちょっとミスったことがあって、例のの真意とかめちゃくちゃね、何 <laughs> もしなかったんだよね。うん。俺9番が8番のなんか、ロ黒も見えてたし、4黒も見えてたんだけど。できるかっていうのがわ <laughs> かってる感じで言ってたから9、8、ロをーー追ってたわけで。 それで 9, 9をローで追ってたわけで、うん、3に黒出ししたらどうしようかと思った。もう一個の人狼一うん。で、レのノの審議何もしなくて93ロ,ローって言っちゃったんだよね。それが俺のあれかな。うん、昨日は6番さんも入れてた。まあ、<々>5番のプレイヤーは発言してください。いやー、本当申し訳ない。 いや3番さんが黒いんじゃなくて、ごめん下ひげなる。9番さんがさ、4が相方じゃなかった時に、探しますって言ったのがすげえなんか臭くなっちゃって。<laughs> いや、4番、もう9番もずっとシンプルなんだけどさ。9番が黒かったん、ね、だけどさ。なんかどうしてもそれが臭くて、3に入れちゃいました。ああああ 発言してください,しださいうん、しょがねえな。うん、俺の方向はシンプルに投票になると思ってたから、<laughs> もう一回発言聞けるなと思って投票しなかったら決まっちゃったね。ああ、なるほど。まあ、しょうがない、うん。こんなもんだ。人狼さすは楽しいね。7番、のプレイヤーは発言してください。いや、3番さん真っ白白好きだし、9番さんも心配だったけどね。<laughs> <laughs> おかしいでしょ、ここで3番3釣り昨日押すの。私、不自然でしょ。まあ、強人アピールやったんだけどね。2番3も黒かったしな。4番3白アッパーも結局、失言でしょ。まあ2、二4かなってずっと思ってたあ。合ってましたね。よかった。3番3黒じゃなくて。はい。今日は6番3投票でお願いします。6番3投票です。狼ジーナイスです。投票を始めてください。Oh yeah! らじゃないべ大丈夫か <laughs> いやまっく真っ黒黒助だったねで <laughs> 6番のプレイヤーが選ばれました <laughs> ゲーム終了人道の勝ちです そうございます。まあ、六黒の方が楽だっただろうね。三黒はちょっと無理があったから。いい試合でしたね。じいじ。